俺は鋼塚という者だ。かまど炭治郎の刀を打ち持参した。あのかまど炭治郎は俺です。それで日の光を吸収する鉄ができる。そうですか、うん、ひょっとこ、うん、うん、ああお前格尺の子じゃねえか。こりゃ縁起がいいな。頭の毛と目ん玉が赤みがかっているだろう。日仕事をする家はそういう子が生まれると縁起がいいって喜ぶんだぜ。こりゃ刀も赤くなるかもしれんぞ。日輪刀は別名色変わりの刀といってな。おお、新が見れると思ったのに。あいたたたた、危ない、落ち着いてください。何歳ですか。37だ。急げ急げ、ご無沙汰してます。お元気でしたか。よくもおったな、俺の刀を。よけろよけろ。俺が貧弱だから刀が折れたんだ。そうじゃなきゃ俺の刀が折れるもんか。でも殺してやれ。そうでしょうね。ああ綺麗ですね。アイネズ色が鈍く光る渋い色だ。刀らしいいい色だ。よかったな、伊之助の刀はこぼれひどかったから。男子に値する。男子に値する。